し終わった。ホムちゃん、そっちは？もう少し時間がかかります。申し訳ありませんが、マスターは先に次の仕事に移ってください。うん、今日はあといくつ仕事残ってたっけ？あと3件です。3件も？ああ、どうしようどうしよう、絶対終わらないよ。あんたが考えなしに何でもかんでも仕事引き受けるからでしょ。だってみんなすごく困った顔で頼みに来るから。断れなかったんだよね、ロルナちゃん優しいから。優しいとかそういう問題じゃないの。そのせいで私もあんたも手伝わされてるんでしょ。うん、そんな怒鳴らなくても。うん、ごめんね二人とも、せっかく遊びに来てくれたのに。謝ってる暇があったら手を動かす。ほら、相変わらず修羅場だな。ほら、差し入れ持ってきてやったぜ。イクセ君ありがとう。朝から何も食べてなかったの。いいとこに来たわ。猫の手も借りたかったの。あんたも手伝いなさい。俺も？ああ、しょうがねえな。あの私お茶入れてくるね。うん、お願い。それじゃあちょっと休憩。そんな暇ないって言ってんでしょ。食べながらやんなさい、あんたは。そんな。で、あなたはまたこんなところで何をしているのです？いつも通りだ。彼女に手伝いを頼まれてな。人を手伝う前にご自身の仕事をなさってください。お前の方こそ騎士の仕事はどうした？最近サボり気味だと聞いているぞ。それは仕方ないでしょう。彼女の方が忙しいのですから。なら私も同じだ。いいじゃないか。王自ら忙しく働くような国では先が知れているというものだ。開き直らないでください。お待たせしました。ごめんなさい、時間ないんで喧嘩を後にしてください。あら、おはよう。今日は珍しく朝から来たのね。ええ、一目でも早くあなたに会いたいという思いで夕べは一睡もできず。はいはい、どうせまた大臣に叱られたんでしょ。なんかイライラしてたし。お見通しですか。まあ、今日は説教されることもないだろうし。こら、トリスタン。怒ってるみたいだけど。そのようで。なんだよ、今日は遅刻してないだろう。服装だ、服装。次期大臣ともあろうものがいつまでそんなチャラチャラした格好で。ああ、ごめんね。そのうち直すから。それより昨日出した書類は目を通してくれた？ああ、錬金術及びそれを業務としたアトリエへの追加予算だったか。悪くはなかったが、少し優遇しすぎじゃないか。いいじゃない、国民の利益を一番に考えたら今は錬金術に頑張ってもらわないと。だがな。仲のよろしいことで。さあ、私も仕事仕事っと。暇だね、お
ムちゃん。はい、ホムは仕事がしたいです。先週まであんなに忙しかったのに、なんでだろう。申し訳ありません、ホムには分かりません。もしかして私何かミスしちゃったのかな。それでみんな怒って。それはありえません、マスターの仕事は完璧でした。そう?でも、だったらどうして。ロルナ、大変よ。クーちゃん、どうしたの、そんなに慌てて。いいから来なさい、早く。うわー、引っ張らないで。あ、すごい行列。なになに、何かやってるの。のんきなことを。これ、あんたのとこのお客さんよ。全部取られちゃったのよ。え、取られちゃったって、なんで。一体誰が。こんなことすんの、あいつしかいないでしょ。あいつって、まさか。ははん、さすがクーちゃん、察しがいいな。師匠、ずいぶんと早いお帰りね。あんたのことだから、何か問題起こしてよその町からも追い出されたのかしら。あと、クーちゃん言うな。いや、ちょっと本気を出してアトリエ業を再開したら、我ながら驚くほど繁盛してしまってな。さらなる事業拡大を目指して、この町に2店目を出す運びとなったわけだ。というわけでロロナよ、1年前までは仲睦まじい師弟関係だったが、今日からはライバルとして。こらこら、私の話を聞いてなかったのか。ここは感動の再会ではなく、思わぬライバルの登場に新たな闘志を燃やすシーンで。師匠、師匠。やれやれ、前は頼んでも抱きついてくれなかったくせに、いつからこんな甘えん坊になったんだ。周りからすっごく見られてるわよ。まったく、こうなることくらい予想できたでしょ。普通に帰ってくればよかったのに。いや、まあそれが気恥ずかしいから少し回り道をしたのだが。師匠、バカ。うるさい、お前に言われなくてもわかってる。仕方ないな、今日一日だけは甘えさせてやる。今日一日だけだからな。